パリカ、パリカ、パリカ、パリカ。よっしゃ、強いよ。よし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 。乗れ。よっしゃ、乗った。よし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 、当たった当たった当たった。よっしゃ、ほら、乗ったっしょ。よし、慎重に行こう、慎重に。ではやってみましょう。はい、それではスパートの仕掛けですね、針がグレバリの6号ハヤテグレの6号です。ハリス2号2キロ出てます。浮きが 3B 珍しいですね。 3B の浮き、寄り戻しのすぐ下に、ガンダマの B を打ってまして、ハリスの真ん中に、ジンタンの3号一つ打ってます。でとりあえずこれで始めてみて、あとは様子見ながら重りを足していくかもしれないですね。誘導は1ヒロ打ってます。なのでまあ2ヒロですね。2ヒロの棚から探っていきたいと思います。とりあえず今魚の姿とかは何も見えてないですね。すっごいナッパ状なんですよ。が映像でわかるかどうかわかんないですけどね。ああもうやっぱりね、浮きが仕掛けが揉まれていきますよね。誘導が2キロ半ぐらいありますかね。今ハリス入れると4キロ半、まあ、竿1本ちょっとですね。もう一つ瓶のガンダムを足して、もう浮きごと沈めましょう。これで一旦沈んだ浮きが戻ってくることはないと思います。
りか、よしゃ、叩かれるか。当たりか、よし、当たったか、当たるか。よし、強いよ、まあまあ。まあまあ強いっす。よし、な、来い。よし、ピードも見えた。浮き見えた。よいしょ。もう違うな。誰だこれ。クロダイだ。クロダイでした。いやー、まあいい。嬉しい嬉しい。いいね。綺麗なやつ、綺麗な黒ですね。よいしょ。ああ、うまそう。がっつり飲んでますね。はい、クロダイ。38センチちょっと超えたぐらいですね。いいな、もうガチャガチャ。何か。触ってますね、これ。ここにあるんですけどね、まあ、あそこならコンマセット回ってる。
よし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 、乗れ。よし、乗った。よし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 、乗れ。よし、乗った。でっかいけどな、なんだこれ。うわ、クロダイだ。クロダイだね。あ、まあまあでかい。慎重に慎重に慎重に行こう。はい、まあまあ入った。よし。これでっかいな。なかなか。なかなかでかい。それ、これももうがっつり飲み込んでますね。よし、でっかいっすよな。よいしょ。えい、よし。これでかいな。ちゃんと測ろうかな。もうすぐ50センチですね。残念ながら49です。センチ足んないですね。冷たいですね、朝が。行こう。おい。
試しにズボズリやってみますね。何でもやってみましょう。3B 打ちました。もうそこまで一旦沈めちゃう。一気に沈め。よしよしよし、当たった当たった当たった。よっしゃ、ほら、乗ったっしょ。よしよしよし、当たった当たった当たった。よっしゃ、ほら、乗ったっしょ。黒バイかな。そこにいるんだね、なんか。ほぼそこについてましたからね。慎重に、こう慎重に。なかなか強いですね。よし、雪見えた。よしよし、ゆっくりゆっくり。ああ、クロダイだね。やっぱクロダイですね。ほら、すっげえな、クロダイ。メジナは釣れないけど、クロダイ3枚も釣れて、もう綺麗綺麗綺麗なクロダイですよ。綺麗ですね。よし。ほら、綺麗。これも40センチある、ほら。ねえ、美味しそうですね。綺麗なクロダイです。猫、これはダメだろう。いや、やめ、ダメダメ。もうあっち行って。危ない危ない。ダメダメ。もう血ぬずり動画だな。狙ってたのメジナだったけど、すごいそれ。この時楽しいですね。こんだけ釣れると、まあ釣る人はね、もっと釣るんだと思うんですけど、
僕はあまりこうクロダイバシバシ釣るっていうのはないんで、前回もそうだけどクロダイやっぱ多いですねこの時期は。なんか食ってる。寝魚っぽいのが食ってるわ。ほら。なんだこれ。浮いてくるんですよ。あ、何？誰？なんか浮いてきますよ。クロダイじゃないです。お、浮き見えた。誰だ？目魚か。誰これ。あ、エイだ。エイの下。ほら。かっこいいな、エイ。ほら。まあ、仕掛けがそこまで入ってますからね。ほら、エイ、結構エイはあれ、あいつエイは食えないのかな。ちゃんと食ってるよこれ。ほら、ちゃんと食ってますね。なんか食ってるな。これ浮いてくるな。なんだこれ。またエイかな。なんか食ってますね。あ、違うか、違う。エイだ。エイ。もういいよ、エイ。エイ。エイの赤ちゃんですね。どっかの水族館にいるやつ。